Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. So it's gonna be Japanese edition in Japanese language, so sorry about that. それでは、日本語バージョンです。ER っていう作品は多分ご存知ですよね。結構海外ドラマ好きの方にはもう日本でも有名な作品です。結構10シーズン以上あったので、今でも再放送なんかされたりしてね、結構有名です。で、実はですね、ER の、スタッフが作った「サードウォッチ」っていう作品がありまして、日本にはシーズン2まで DVD できてます。で、シーズン6まであったのかな多分。で、アメリカでも実はまだシーズン2までしか DVD になってないんですが、時代がちょっと遡るので、そんな感じですが、ER よりも、ER も大好きなんですけど、サードウォッチはもっと素晴らしいです。で、リプスティックジャングルなんかね、とかグレーズ・アナトミーとかでご存知かもしれないですけど、キム・レーバーっていう女優さんがキムという役で、同じ名前ですね、キムという名前で、出演しています。で、みんな素晴らしい俳優です。で、ぴったしです。で、サードウォッチっていうのは実在してて、救急とか、ファイアファイター、なんていうんですかね、消防とかですね、あと、そういう、全てそういう、警察もそうですけど、そういうのこう関わりを描いてて、人生を描いてます。すごくディープです。でも面白くって、ちょっと英語で言うファニー、すごく日本語で言うウケるとかね、そういう感じの意味の面白い感じもあったりして、でも人生で深くって、人のコミュニケーションよく描いてます。サードウォッチ、たまたま日本の海外ドラマブームがよりもちょっと前に最初来たので、あまりヒットしなかったですけど、シカゴファイアとかも素晴らしいですけど、シカゴファイアよりもある意味僕は大好きで、もっと好きで素晴らしいです。で、母も僕もこれ大ファンで、なかなかチャンスがなかったりしますけど、できる時にね、できれば1日に1話見れればいいかなっていう感じで見直したりしてます。本当に深くて面白いです。よかったら日本にもシーズン2まで来て、レンタルとかもしてるので、売ってもいます。よかったらご覧になってください。特にシーズン1おすすめです。で、実はこの FDNY って書かれてるこの帽子ですね、これは実際にサードウォッチっていうのが実在してるので、そのファイアファイターとかがかぶってる帽子なんですよ。で、実際ニューヨークで売ってるので、オフィシャルストアで売ってるので、ニューヨークにいた頃に買いました。懐かしいですね。それでは皆さん良い一日を。Have a wonderful day and talk to you soon. See you later. Bye.